コウ・ウラキとアナベル・ガトトリントン基地の2号機強奪から始まった2人の因縁は核の激震冷めやらぬソロモン宙域で再び激突した。2機のガンダムによる激しい戦いの末、両機は相打ちとなり大破。これによりガンダムが引き起こした事件は全て終わりを迎えたかのように見えた。だが星の屑作戦はさらなる段階へと移行し、シーマ艦隊は移送コロニーを奪取、そして奪われたコロニーは月へとその進路を向け進み始める。コロニー落とし、これこそが星のクズの真の目的であった。突如もたらされたその状況はコウたちをまたも戦いの場へと駆り立てる。最悪の事態を防ぐため、地球連邦軍は即座に月へ向け艦隊を出撃させるものの、コロニーは突如その軌道を地球へと転換。艦隊の推進剤は切れ、追撃を断念せざるを得なくなる。コロニーが地球への落下コースに向かっていく中、奇しくも極点に位置していたアルビオン隊はラビアンローズよりガンダム開発計画の最後の一機である3号機を受領。阻止限界点へ向けてギリギリの追撃を開始する。阻止限界点、それはコロニーの落着を防ぐ最後の攻防。ここを越えて人は運命を変えることができない。そしてコウとガトーもまた刻々と迫る限られた時間の中で互いの宿命に翻弄され、デラーズ紛争の最後の戦いは今幕を開けようとしていた。阻止限界点。
コロニーをコロニーを落とさせるわけにはいかない。向かう奴は容赦しないよ。ここで一気に決めてしまいましょう。
敵に乗せられるな。確実に仕留めていけ。こんな戦いを続けにはならんとは。私にもザビ家の男としての意地があるのだ。するな。よし、これでダウンだ。私から逃げられると思っているのか。チャンスは最大限に生かす。それが私の主義だ。作敵派は何をしていた。なんだと、こんなことが。これで終わりだとはな。甘いな。むざむざ行かせると思ったか。
私に出会ったのが貴様の運の尽きだ。落ちろ。邪魔をするな。誰にも止められません。消え去れ。無駄よ。
せはしない。ガトー、シオンの魂を具現化したこのノイエジール、連邦の期待ごときに押されません。ここから先には行かせない。こいつで終わりにする。このままじゃ敵の思うつぼだ。
率 81%。 遅れ！ F4、F5、F6、フォーカシングスタンバイ。 L15、アレイチェック急げ。スペースコロニー、距離4000。ソーラーシステム2、照射70秒前。カモン、やるよ。We'll be right back.
ってやりやがって。敵じゃねの時間は終わりです。本気で行きますよ。
はや誰にも止められません。ここで決着をつける。腐った連邦に属さねば貴様も苦しむことはなかったろうに。この先には行かせない。こいつで終わりにする。ところで負けられないんだ。
私の動きについてこられるかい。
みせる。甘いぜ。よそ見してるとお仕置きだ。
が味方だ。何を信じて戦えばいいんだ。お前はどっちの味方だい。ここから先には行かせない。こいつで終わりにする。何としてもこいつを突破しないと。どこ見てんだ。かぐろい夜空を光がごうごうときらめいた。灼熱の光の矢となったコロニーがついに眼下の地球へと落ちていく。星のクズのすべてが今終わったのだ。アイランドイーズ、地球に落下します。コロニーの進路はジャブロを恐れたようです。なんとか最悪の結果は免れたか。だがこれは全て連邦の無策と楽観が招いた事態だ。ツケは随分と高くついたな。時に宇宙世紀00831月13日、エギー・ユデラーズによって計画された一連の事件は、地球軌道上のデラーズフリートの壊滅と星のクズ成就という形で終結を迎えた。大気との摩擦で輝くコロニー、それは己の正義と歴史の変革を信じた男たちの魂の輝きなのだろうか。星のクズが見た夢は大地へと落ちる。だが皮肉にも歴史は彼らが思い描いたものとは逆の方向へと歩み始める。今回の事件は地球圏の性質を無双した一部の楽観論者が招いたのだ。デラーズフリートの決起などはその具体的一例に過ぎ、また北米大陸の穀倉地帯に大打撃を与えたスペースコロニーの落下事故を見るまでもなく、我々の地球は絶えず様々な危機にさらされているのだ。地球、この宇宙のシンボルを揺るがせにしないためにも、地球、真の力を再びこの手に取り戻すため、スターズは立つのだ。スペースノイドを弾圧するための組織、ティターンズを結成させるという結果を生み出す。それに伴い、コーエン将軍の管理下にあったガンダム開発計画は公式の記録より抹殺された。
時代を駆け抜ける嵐のごとく過ぎ去った星のクズは、連邦軍の威信を重んじる者たちの手によってその存在を静止から消されたのである。あまりにも重く、そして苦い結末。勝利者など誰一人もいないまま、デラーズ紛争と呼ばれた戦いは終焉を迎え、歴史の闇へ消えた。